重県出身の三重県から富山に来ました。相沢真央です。21歳です。小学校3年生から始めて、で選手として本気で始めたのが中学校2年生でも、なんやろな、小学校3年生から中2まではやってたけど、でも遊びでやってたから全然楽しくなくて、選手として今までやってきて、まあ楽しいなと思ってたけど、なんかだんだんスノーボードを続けてうちになんか嫌いになったり、スノーボードも。でもなんか技とか成功した時にやっぱ楽しいってなって、もうそのずっと繰り返しやったから、もうなんか波が激しくて、もう楽しいとか、まあ、楽しくないわとかなってて今は全然楽しくて、もう毎日が幸せ。目指そうと思ったきっかけは、なんかお遊びでやって終わるのがなんかもったいないなと思って、めちゃめちゃ大金かけてやらせてもらってるのに、そこまでで終わるのはちょっと親にも申し訳ないっていうか、なんかやってくれてる分なんか返さなきゃいけないなって思った時に、スノーボードでもオリンピックがあるんだってことも気づいて、それなら自分もスノーボードをしてるし、オリンピック目指そうっていうことに気づいて、それプラスお兄ちゃんもスノーボードやってるし、まあ、双子やし、2人揃ってオリンピック出たらかっこいいなと思ったし、まあ一番今思ってるのは2人でオリンピック出たいなっていう気持ちがでかいです。今はバックサイド10とフロント10でキャブ9もしくは10まで行って、スイッチバックはまだ全然練習してないんですけど、目標は4方向10をすることです。一人になるってことはめったになくて、その一人になるっていう怖さやし、なんか一人見知りやからちゃんと喋れるんかなっていう不安もあったし、そういう真剣に考えることがめちゃめちゃ苦手で、こんな緊張することほぼないんやけど、めちゃめちゃ不安になって、まあ、心の中では多分結構泣いてて、やっぱ自分の考えることも苦しいけど、でも考えることによって何かがあるはずやし、何かを見つけ出さな自分は帰らんっていう気持ちでもう行ったし、最初お母さんのこと考えた時に、なんかやっぱ一番お母さんに迷惑かけてたなって思って、みんなは赤いランドセルけど自分は黄色いランドセルをなぜか選んでて、でもこれでいいやんっていう流れで最初多分買っとってやけど、じきじき自分が手を取って、まあなんかこれダサいなって、お願いからもう一回買ってくれってお願いして、普通のランドセル買ってもらったかなっていうのを思い出してて、でそれを気に入って、やっぱこれでよかったっていうのを思い出したかな。小学校、中学校かの時に一緒に登校できたこと、もし一人やったら一人で学校登校するの不安やし、いいけどそれ寮がおったから全然安心して学校も行けたし、もう大学入ったらもう何やろ、住むのも違うし、もうバラバラになってしまうけど、でもこうやって遠征も一緒にしてくれるし、スノーボードに関して言ったら、まあ、全然アドバイスもくれるし、まあ、あんま褒めてくれへんけど、たまに褒めてくれることに対してめちゃめちゃ嬉しいし、喧嘩したら喧嘩止まらないけど、でもそれも仲いい一つなのかなっていうことも感じます。ちょっと柔らかくなったっすね。ちょっと柔らかくなった。
なんかお母さんに対してとかも結構きつかったんですけど、まあ、自分にもちょっときつかったんですけど、それがちょっと柔らかくなってきたっす。僕は真央よりはうまいつもりでやってるし、ずっと一緒に行動してるわけで、もっと貪欲にこれどうやってやんのとか、もっと見てとか、もっと携帯とかで撮ってとか、できることもっとあると思うんですよね。もっと貪欲にスノーボードを求めた方がいいのかなって思うんですね。かっこいいライダーになってほしいですね。結構女子はみんな硬い競技してるって感じなんで、もっとなんていうのかな、スノーボード自体を楽しんで表現できる人、そういう人がかっこいいと思うんですよね。だからそういうライダーになってほしいですね、マオには。だから感謝のことについてめちゃめちゃ忘れてた。人ってさ、恥ずかしくてありがとうとか言えへんやん。けど自然に言えるようになったりしたし、なんか内観行ったことによってお母さんとの喧嘩も減ったし、スッといろんなことを受け止めれるようになったかなっていうのを感じて、まあ、スノーボードをしてること自体幸せやけど、やっぱ生きてること、健康にいることが一番幸せやなっていうのを内観に行ってめちゃめちゃ気づけたかなって思った。まあ、自分がやった映像を見返したり、それに対応とか適したトレーニング、それプラス、まあ、イメージトレーニングと、あと食事、あと上手い人の映像を見たりとか、まあそこかなって。まあ、毎日学校行くときにお弁当を作ってくれたり、免許持ってないときはもう毎日仕事終わりに富山来たり大阪行ったりとか、自分も眠たいのにそのマオラのために運転してきてくれて、自分がこうやって運転してやっと気づけた親の大切さというか、親の大変さをやっと気づけて、遠征代とかめちゃめちゃ高いし、自分がおわさびでしてた時に今そうやって考えてみたら、なんてことしてたんだろうなって、今親のこと考えてみると、今までたくさんのことしてきてもらった分、どうやって返そうかなっていうことも考えてて、でもそれは、まあ、今はそんな大きいことできやんけど、小さいことで積み重ねて感謝の気持ちを伝えていこうかなっていうのを思ってます。人生のうちの、まあ、スノーボードできる時期というか期間、年齢は少ないけど、できても30代ぐらいだし、その短い期間の中でなんか楽しめて、それプラス情熱、なんていうの、力も入って真剣に取り組める仕事かなって思ってます。こうやって働いてないけど、皆さんみたいに、でもスノーボードは自分にとって重大な仕事かなって。